クソボーボーになってもうた。はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。神田祭です。今日はこちらですね、久しぶりの4号地になります。前回の動画ちょっと撮ったんですが、今日はですね、こちらの雑草退避できたので、まあ、しかもね、雑草もボーボーになってしまったので、こちらをね、トラクターですき込んでいきたいと思います。まあ、表面だけすき込むので、一応ね、PTO さんで、一番ね、浅いとこで表面だけ耕していきたいと思います。でまだね、葉っぱも雑草も柔らかい状態なので、今やったらね、なんとか間に合うと思います。はい、じゃあそれではね、まあ、暑いので早速やっていきたいと思います。さあ全部で一旦の畑ですね、雑草堆肥をかなりの量入れて、約1年ですね経ちました。で雑草もボーボーに、ね、なってしまったんですが、結構ね堆肥がいっぱいあったとこはあんな感じで茶色くなってます。こんな感じですね。入ってないとこはちょっとねゴロゴロしたような感じで、なのでもっともっとね雑草堆肥入れないといけなかったのかなって感じですが、なかなかね手で広げるのも大変なので、まあ、これがね限界かなと思います。さあこれからですね、あともう一回この雑草枯れてしまったらですね、今5センチ程度掘ってたつもりなんですが結構深くなってましたね。なのであと30センチぐらいですね、畝立てる前に、掘る深さですね、そこまで一回深く耕して、もう一回ね一雨降ってそこからね、ちょっとしばらく待ってそこから、作物をね作れるような状態まで2ヶ月ぐらいでね、なっていけばいいかなと思います。ちょっとねトウモロコシをやる予定だったんですがずっと雨が続いてこちらね畑がすくことができませんでした。それで草がねぼうぼうになってしまったんですが、
やっとね、すくことができました。さあ、いろいろね、雑草堆肥このやり方ですね、いろんな意見があると思いますが、僕はね今までこれでずっとやってきました。特にガチガチだったとこですね、そこも雑草堆肥入れて2年経つとね、すごくふかふかになりました。なのでこちらの畑もですね、地目は田んぼびちゃびちゃでですね、水はけも悪く、土がゴロゴロして、使いにくい、非常に使いにくい畑です。でも一番ね、畑から近くてトラクターが入れる場所はここしかありません。なのでこちらですね、年間にね、年間の地代がかかりますが、ちょっとずつね、自分の今までやってきたことをね、実践してそれが合ってたかどうかでですね、答え合わせをする場所と思って、ずっとね、使いにくい畑でいろいろ周りからも言われてると思いますが、やってると、いろいろねやってるとこでございます。まあ、いつかねここ雑草堆肥といろんなね、資材投入して、いろんなね野菜がたくさんできるようになれば、いろんなね地域の人に認められれば、よかったなと思えるような時がいつかね来ると思いながら頑張っていきたいと思います。はい、私はですね YouTube だけで独学でサラリーマンから、農家に、ね、なりました。いろいろね、意見いただきまして本当ありがとうございます。前回ですね、前々回かな、後から大作組んで畝が立ちませんというね動画を出したんですが、その動画でコメントでですね非常に有力な、コメントをねいただきました。全くね取り付け方が違ったというか、そこっていうとこですね、こんなところにね、ここに気づかなかったかというとこですね。今まであのトラクターのねアタッチメント取り付け教えてもらったんですが、そういったことはなくね、奥まで押し込んで設置してたんですが、でそれでもずっとね畝立てて、ある程度のね25センチぐらいまでの畝は立ってました。でもね結構無理やりやってたり、結構ねトラクターに負担かかってたので、もしかしたらそこの部分がね、そこの部分を変更するだけでもしかしたらめちゃめちゃいい畝ができるんじゃないかなと思ってね、もう早くね今畝を立てたくてしょうがないですね。はい、ということで、コメントね本当いただいた方、ちょっと名前を伏せさせていただきましたが、本当にねありがとうございます。もう貴重なねコメントだったと思います。もう今まででね YouTube やってきてよかったなと本当思いました。ずっと自分一人でねいろんな人に聞いてやってたんですが、やっぱ実際にね、教えてもらうのと聞くのとはね自分の伝え方も違ったりしますので、その辺でね、やっぱ教える方もですね多分うまくちゃんとした情報をね向こうは分かってたとしても、こっちがね分からなかったり、こっちが伝え方悪かってね、違う情報が来たりと、そういったことがありました。ただこの前の動画でですね、もう本当ハッとしました。そこが確かにね、土が、ある程度ね土を抱き込む量を増やせば、あの PTO3 とかにね増やせば畝がね結構高く立つなとは思ってたんですよ。なのである程度このね設定を変えるだけで、もしかしたらね畝が綺麗に立つかもしれないですし、高く立つかもしれないです。一番最初トラクターをね購入してた時は、こちらですね、一番最初1列、このトラクター、このアタッチメントでですねやった時はめちゃめちゃ高く40センチぐらいの高い畝が立ったんですよ。なのでこのトラクターとアタッチメントで、その高さのね畝は立つはずなんですが、僕の設定がね悪かったせいで、このメーカーさんにもねちょっといい宣伝にもできずにね、ずっと YouTube で撮影して動画を配信してました。今度のね畝立てするときですね、コメントいただいたポイントですね、そこ改善してうまくいけばですね、もう本当メーカーさんにも、ヤマーさんですね、担当の方にもねある意味ねその方たちにねいろいろちょっと、あんまいいマイナスなね動画になってたと思います。なのでちょっとね近々頑張ってね動画を上げたいと思いますので、ちょっとねどうかその動画だけでもね見ていただきたいので、この動画見た方はですねぜひチャンネル登録と、あとコメントはね、この雑草堆肥に対してでもいいんですが、いろんなねコメントいただけたら
アドバイス等ね生かしてい いきたいので、ぜひともよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ちょっとね家庭の事情でいろいろこの後予定がありますのでこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。またね、バイビー。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。私はサラリーマンから独学で YouTube だけで有機農家になった神田野菜と申します。この動画がですね、ためになったよ、面白かったよ、よかったねと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。グッド。